ところでその目は何なの？何か発動しているのかしら？いえ、邪眼的なものではなく、はかり奪還は失敗した。こうなったらもう俺にできることは、はかりさんとの恋を認めてはもらえないでしょうか。俺は絶対にはかりさんを幸せにします。真正面からこの思いを伝えることだけ。わかった。ただの感情論ではないの。私は生きてきた人生に基づいてあなたたちを引き離すべきと判断しているのよ。口先だけの綺麗事で覆せるような決意ではないの。レンタロウ、レンタロウ、あんたが感動してどうすんのよ。あの母親の心を動かさなきゃでしょ今は。だって母里さんもあかりも一生懸命頑張ってきたんだろうなって思ったら、でも俺も一緒ですよ。あかりに後悔なんて絶対にしてほしくないし、この命に変えてもさせる気はありません。なんだ、急に目が見え始め。ああそうか、涙で目薬が流されて。それは13歳で恋人を亡くしたハハリにとっておおよそ16年ぶりとなる恋のときめきであった。しかしそれはかつて盲目になるほどに溺れ、それからの人生の中で深い後悔に苛まれることとなった。忌むべき衝動、因縁とも呼ぶべき衝動の前にハハリは、やっぱり盲目になっていた。愛情蓮太郎、あんなごまたのウジ虫は絶対に許さない。蓮太郎ちゃん、私と付き合ってちょうだい。以上。あいつ唐突に娘の彼氏に何を。頭どうかしてんじゃないの。頭どうかしてんのか。何ドキドキしてんのよ。あれはかりの母親よ、彼女の親。ありえないでしょ。ありえないわよね。違うわ、今のはそう、ただのジョーク。ええ、お母さんジョークよ。まるで理解できない。これが金持ちの家の母親。